はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前の動画でね、野菜生活を続けていて心臓がこうドキドキしてた、その動機があったってことがね、あると話した動画でですね、コメントをたくさんの方から寄せられた中でですね、ヘモグロビン上がってるっていうそののをね、もらったんですけども、先日のその血液検査の結果でですね、HbA1c というね、ヘモグロビン A1c というのがあるんですけど、その数値のがね、基準値の上限をね、上回ってたんですよ。ほんでそのヘモグロビン A1c とは何かと言いますとですね、ヘモグロビンというのはですね、赤血球内のタンパク質の一種でですね、全身の細胞に酸素を送る働きをしています。血液中のブドウ糖がですね、ヘモグロビンとくっつくと糖化ヘモグロビンになります。これがね、ヘモグロビン A1c のことです。血糖値が高いほど、ヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が多くなります。ほんでね、これね、一旦糖化したヘモグロビンっていうのはですね、赤血球の寿命も120日ぐらいあるんですけども、それがね、尽きるまではね、元に戻りません。やばいですね。僕はね、その血液検査から数えて、あと120日はね、元に戻らないんでしょうね。でね、そのヘモグロビン A1c がね、高い低いというところではですね、血糖値が低い状態が続くと、ヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が少なくなるので、ヘモグロビン A1c は低くなります。血糖値が高い状態が続くと、ヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が多くなるので、ヘモグロビン A1c は高くなります。そのままのことですよね。ヘモグロビン A1c は、糖化ヘモグロビンがですね、どのぐらいの割合で存在しているのかっていうのをパーセントで表したものです。ヘモグロビン A1c はですね、過去1、2ヶ月のね、血糖値をね、反映しますので、当日のね、食事やですね、運動などのね、短期間のその血糖値の影響はね、受けません。なのでやっぱりね、あと120日なので、あと4ヶ月後まではね、変わらずね、高いままなんでしょうね。4ヶ月って8月やん。夏やん。遠いなぁ。でもね、これ、先日の通院での一番新しいね、血液検査のね、表なんですけどもね、僕のね、病院でこのヘモグロビン A1c の上限がね、6.2% なんですよ。で、先日の僕のね、結果がね、6.3 なんですよ。その 0.1 だけ高いだけでね、先生からも管理栄養士さんからもね、結構厳しくね、注意されたんです。で、これはやっぱ主にね、糖尿病に関しての特に気にしないといけない項目らしくてですね、以前もお伝えしたんですけども、悪玉コレステロールや中性脂肪と同じぐらい注意していかないといけないようです。なのでね、この心臓がドキドキしてた動機のことはですね、たまたまじゃなくて、ほんまに心臓に負担がかかってたのかもしれませんとね、思ったらね、ちょっとね、怖くなってきました。ある程度のざっくりしたことぐらいしか、体の状態ってこう患者側ってわからないじゃないですか。その医療関係者の人らほどね、勉強してるわけちゃうし、で体の知識やね、病気の知識ってあるわけちゃうから、診察の時にね、こうさらっと口頭でね、先生に言われたとしてもね、なかなかピンとこないんですよ。で、自分で危険をね、感じる頃にはね、薬を飲まないといけない状況にあったりするので、ちょっとね、怖いです、本当に。今の僕はね、骨髄移植して、免疫抑制で飲んでるのでね、そんな体の人っていうのはですね、メタボや糖尿病になるリスクが高くてね、普通の人よりもね、4倍高いらしいんですよ。シャア専用でもね、3倍やのにね、それはいいんですけども、この退院してからの通院でね、先生からはいつの間にかね、その白血病のことよりもね、悪玉コレステロールやね、中性脂肪などのね、今回のヘモグロビン A1c もといったね、その糖尿病関連のね、ことをね、うるさく言われてる意味やね、重要性がね、少しずつね、分かってきた気がします。糖尿病っていうのはね、長い時間かけて血管をボロボロにしていく病気とも言われてます。それはね、様々な箇所にね、影響をね、与えることになります。特にね、細い血管、毛細血管とかはね、
あの元々ですよ、血管自体がね脆くてですね、血糖値が高い状態のね影響がね早いうちからね出てしまいます。毛細血管が集中するね網膜とかね目ですね、あと腎臓とかね、と手とか足とかに現れるね障害のね糖尿病、網膜症とかね糖尿病、腎症とかね糖尿病、神経障害はですね糖尿病の三大合併症と、ね、言われててですね、糖尿病で起こる確率がね高い合併症です。血糖値が高い状態ではですね、毛細血管だけではなくね、太い血管にもね、影響を与えます。大血管障害と呼ばれるね、脳梗塞、心筋梗塞などね、直接命に関わる病気をね、引き起こすこともあります。めっちゃ怖いですよね。これがね、僕は人のね、4倍高いんですよ。これはまずい。そのね、今まで体重減らしたらコレステロールとかなんかどうにでもなると思って注意してきたんですけども、ここ最近のね、通院での指導を受けてね、まあ、よく言われているそのバランスの良い食事、炭水化物も必要やし、動物性タンパク質、脂質、植物性タンパク質、脂質の両方必要なので、まあ、ちゃんと食べるということはそういうことなんだよなってこうね、ことをね、知りました。難しいですけどね、ちょっとね、頑張ってやっていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。